さあ今回のスイーツ図鑑、やってきたのは浦和駅から徒歩3分くらいのところにあります、こちらのお店です。なんとお豆腐屋さんなんですね。ここで今日はどんなスイーツに出会えるんでしょうか。早速中に入っていきましょう。やっぱりお豆腐がたくさんありますね。こっちにも、そしてこの奥にもお菓子もすごい数ですね。ここ一角全部スイーツです。チーズケーキにティラミス、これ全部お豆腐でできてるの、すごい。ではよろしくお願いします。こちらたくさんの品数ありますけれども、はいはい、ここは改めて何屋さんなんでしょう。お豆腐屋さんになってます。もともとはお豆腐メーカーでして、はい、今は関東近郊に44店舗ほどお店としてございます。こちらのお豆腐のこだわりを教えてください。はいはい、こちらのお豆腐は天然にがり 100% となっておりまして、豆乳濃度がすごく濃いお豆腐となっております。それらを使ってスイーツを。そうですね、その濃い豆乳を使ったお豆腐でできて、そちらからそのナチュラルクリーム豆腐ができましたので、それを使って今度はスイーツを作ろうということでティラミスなどが完成していると思います。そしてスイーツコーナーもたくさんありましたね。はい、今だといろんな種類が、今日はプリンとかチーズケーキとかご用意してますが、今だとやっぱティラミスが一番一押しとなってますね。どれにしよう迷っちゃいますけど、まずはやっぱりおすすめのティラミスでしょう。そして大好きなチーズケーキも買いましょう。それにプリンもいいね、楽しみ。というわけでおすすめスイーツ買ってまいりました。まず店員さん一押しのティラミスですね。そして昔のプリンと、そしてもう一つこちら焦がしチーズケーキも選んできました。どんな味なのか楽しみです。では最初はプリンいただきます。おいしい、程よい硬さで、そしてすごくコクがある感じで舌触りが滑らかです。続いては焦がしチーズケーキです。焼き目もいい色ですね。ではいただきます。柔らかい、滑らかしっとりと濃厚ですよ。そして最後が店員さん一押しの豆腐丸ごとティラミスです。大きさと形はお豆腐です。いただきます。お豆腐でもしっかりティラミスです。チーズの代わりにそのお豆腐よく合ってますよ。コクがあって濃厚で、これがお豆腐でできてるなんてびっくりです。あとココアパウダーのほろ苦さもちょうどよくて美味しいですね。このサイズでもこのティラミスだったら罪悪感なく食べられますね。どれもとっても美味しかったんですが、やっぱりスタジオでも食べていただきたいのはこちらですね、ティラミスです。もう濃厚な味わいなんですけど、後味はさっぱりで、もうみんなが大好きな味なんじゃないかなと思います。ババさん、菅久ちゃんもぜひ味わってください。